おはよう、ジャン君。ジャン君は台風による雨を眺めています。まだ今はそんなに大降りではありません。小雨ですね。その中、山鳩が木に止まったりしてるのもちょっと楽しそうに見ていました。ジャン君、表情を。どうですか？ポンちゃんはお気に入りのケージの中でゆったりしています。ポンちゃん眠いね。ポンちゃん、なんだ？今日は、台風が来るということで雨戸も閉めたりいろいろしていましたが、こんな晴れになっています。まあといっても、九州には来ているそうですので、スピードが落ちているのか、それとも、僕が天気予報を見誤ったか、今日の朝にはもう台風がこちら来ていて通り過ぎるというような風に思っていたんですが、どうやらそれは明日のことのようですね。これから、天気が悪くなるんでしょう。ジャン君たち、ここ来ていいよ。どうぞ。はい、ジャン君いらっしゃい。ちょっとだけ。なんか足ミロになってるよ。ジャン君。台風が来ず、すっかり晴れているのでですね、こちらを開けることにしました。結構暑いのでここから風を逃がしています。ジャン君どうぞ。はい、いいよ外出ても。もうだいぶ廊下の方に出るのにも慣れてしまってですね、そんなに魅力的じゃないのかな。ね、はい、はい、ジャン君、ジャン君。ポンちゃん。
ポンちゃん。いい感じですか、ポンちゃん。さあ、本格的にこれから雨が降ってくると思われますので、そろそろですね、準備をまたしましょうか。一日ずれちゃったっていうか、計算間違いしちゃいました。今日は大雨の予報です。ポンちゃん、なんだかちょっと雲が厚くなってきたね。そろそろ降るかな。本格的に雨が降り始めました。